怪しいですよ。じゃあほんならかわいい、かわいい、めっちゃ怒ってる、ヒアちゃんにめっちゃ怒ってる。こんな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 どこまで撮ってるこれで、どこまで画角的には映像、今映像なんこれ、うん、だけそう多分映像やけど、ちょっと分からん、どこまで撮ってるか分からん。鶴さんが俺を入れるわって。あじゃあ鶴さんも絶対入ってますよ。それは絶対入ってるよ。かちゃん、じゃあお願いします。はい、じゃあ、まあまあ、ご結婚おめでとうございます。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。素晴らしい、通ってました。今日はいっぱい話してからな。いや、なりましょう。そんなんな。どこがいいか。あ、それは聞いたから。どこが良かったんですか。もうなんか、面白い。優しい。あ、優しいな。とりあえず人気ランキングから。あ、これちょっと高いですね。高っ。高っ。普通の刺身でいいんだけど、うん、それは何を頼んでもこれに入ってるっていう。あ、入ってはいない。入ってはいない。単品でだから600円は単品で頼んで、いや300円以上でしょ多分。300円のやつにしない。で、まあ、だから普通に頼んで、普通に頼んでください。頼んでる中のうち2つ2品以上、2品は頼んでくださいね。そう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 、別にで多分300円以下のボンドって今見たらないないっすね。1000円とかできる。みんな結構シビアに計算する人に食べないもん、食べたいもん、弱い。あ、食べないもん、食べないもん。刺身盛り合わせ、盛り合わせいったら嫌いなものとかない。大丈夫、大丈夫。何でも食べれるじゃん。普通の盛り合わせにします。でも人生的にどうやって船盛りなの、腰盛り。そしたらちょうどいけんじゃないですか。あ、そうやね。喧嘩するやつですね。やるわ。醤油皿が6。もうあれやね、もうあれやね、早い。あ、6はね。飲まれるんですか。串焼きとかします。あ、弱くて。あ、そうなんよ。好きなんですけど。好きだったら。あ、じゃあ間違いない。間違いない。けどビールなんよ。ビールも。あ、はい、ビール好きです。そうなんよ。それでそんなに細い。なんかやってんの。やってないです。やってないです。違う違う、運動とか。いやいや。キヤは。キヤは。キヤは。あ、言わんとすることは。キヤは。やってない。誰やと思って。薬とか。やってない。そう受け取ったよな。私も。300円があるんちゃう。税込み300円じゃないですか。もうとりあえず何でも頼んだら店の人も喜んでくれる。普通に食ったらいいよ。普通に食ったらいい。じゃあもう一気にもうバーッと適当に行きましょう。ねえ、うん、鶏のままは塩かたいな。すごい塩やろ。私はどっちでもいい。いや今種やろ。今の聞いたどっちでも優しい。これが優しい。つなぎもいけますか。つなぎも食べたい。あ、いけるんで。つなぎも、つなぎも、つなぎも。あ、でもなんかお似合いやな。そうやね。お似合いやわ。2人で白で。なんか、これはちょっと合わせていくつもりだ。ぼんじり。ぼんじり。タレ塩、塩。ぼんじり塩。じゃあ塩タレ、これ食べますか。会う人会う人に、僕のランクよりもだいぶ人間としてランク上の嫁さん捕まえたなっていうのを言われてて、釣り合わへん釣り合わへんとまあ。いや、そんなことなんかないな。食べてきます。ビヨンドから大概人間力はなあ。まあここにいる4人に比べたらだいぶ上なんですけど。そうしてましょうよ。鶴さんは絶対違う。鶴さんは絶対違う。いやいやいや、まあまあ、いや、もう本当に前、モジョで、藤本さんって、僕、生まれたの初めて紹介したら、どうしたの、えらい釣り合わへん子連れてきたやんみたいな。よかったな、嬉しいな、これは、ちょっと。あの時驚いたね、なんか。
この辺は後で食べる。何回もその両国に彼女できたらできませんよ、はははははっていうのを2人やってて、彼女できたらできましたって、唐揚げ2つぐらいありますか、食べます、1個何個つでしょうや、そうっすね、うん、あ、そういうの3キュッパや、ええやん、ええですね、完璧じゃないですか、完璧、なんか彼女とかに興味あるんかなっていうぐらいの人だったから、うん、すごい超音楽、うん、超音楽な人やったから、そこはびっくりやった、全然あんまり浮ついた感じ、ほんま一切聞かへんかった、そうやな、本当には今やから言えますけど、あの時は全く彼女探してなくて、あ、そうやな、そんな感じやった、感じ出てたな、なんかでも一応社交辞令じゃないですけど、なんか普通の人間としてこう女性に対して興味があるんですよ的なノリは一応崩さぬように彼女探してますとか言ってたんですけど、あ、そうなんだ、うわ、大変それもいや、めっちゃ笑いますよねめっちゃ笑います、結構ゲラなんゲラゲラ、あ、そうなんや、あ、そうなんや、でも超笑うよね、それでなんか上のやつが、そう、ラッカミあの、これ悪口じゃないんやけれども、うん、なんか松田龍平とか好きやんか、松田龍平って俳優さん分かります、え、お兄ちゃんの方、あれは弟の方かな、ライアーゲームの方、いや、ライアーゲームじゃない方、あ、だからお兄ちゃんの方やな、方か、そう、お兄ちゃんの方が好き でその主演してる映画、僕のおじさん、僕のおじさんっていう映画を見てたんですけど、あの松田龍平が画面に出るたびに笑ってる、え、なんで好きやのにいやなんかケラ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 笑ってるから、すごいこうほんまかし状態になったというか、いやーなんか面白いです、それお前どういうじゃあそういう本わかしたええ奥さんやでっていう、あ、そうなんや、笑いの振ってはきく、あ、そうなんや、まあそうですね、なんかよくあの水曜どうでしょうの、あの真似するんですけど、なんかそうミスターとか大泉洋とかの真似をするけど、ずっと笑うっていう、そう、あ、でもそれずっとそのままでいてほしいな、そうですね、なあ、すごくしょうもないことするよ、ね、それじゃもうどんどん笑えなくなんで、うん、いや、まあ、まあ、それ、うん、いつまで続くのかっていうのは、そうやな、え、何が、うん、いや、笑いの沸点が低いから、彼女がすごくあの何でも笑ってくれる、明るいのが一番やな、マジすげえ、俺とかマジガムシっすよ、りょうこちゃんもうそんなだってよ、ボリボリのとこもまだ3年もだったら、いや、で僕ら一緒住んでもう7年ぐらいですから、ね、あ、まあ、ちょうどのやつや、ちょうど倦怠期、ちょうどのやつ、ウェイとか言っても、うん、うわウェイウェイって爆笑してたらそれおかしかないろいろやります、いろいろやるんですよ、いろいろ、例えば森進一とか、森進一なんの、それで頑張ってきついな、それで笑わないって結構きついな、森進一で笑わへんかったらどうしよう、下手なんでしょうね、いやいやいや、そもそも分かんないっていう、昔からそうですか、でも、りょうこちゃんクールやもんな、そうか、実はね、実はね、そうなんや、クールな人なんや、モリモリのとこ何年っていうか、もうだいぶ長いよな、じゃ一緒住んで7年って、あ、結婚して今年3年目になりますね、一昨年やったっけ、去年一昨年結婚式やのはずです、2年は経ってるはずやな、あれ3年目じゃないか、3年目です、だから2年経ってます、まあその頃にはウェイっていうのはもうあかんようなるらしい、生でやでも生で、え、受け子じゃない、様子を見ながら、様子見ながら、そうそうそう、様子を見ながら入籍するのは去年の11月1日でが入籍の記念日、シティは4月の予定、
楽しいエドレスはこれとかこれも決めてこうね来て音楽のこだわりがあるからね。まあ、なんやろ、なんか聞かれへんからね。なんか聞かれてないから決まった。そう、向こうが勝手にやるんじゃないか。ベリングのなんか付き合って何年でそのプロポーズしたの？よ、1年経ってない。そうやな。え、何ヶ月で決めたの？いやもうなんか7月か6月に、だから去年一昨年の12月の末に付き合ってもらって、でからそこからもう6月ぐらいにはもう結婚しようみたいなこと言ったら、ああでも半年ぐらいで半年ぐらい言ったら今 OK してておええんかみたいな最高なんだよね。ほんまや、なんか2年とか3年とかになるとバカですって付き合っちゃうなんかもう何言ってんの、キューがないっすよお前相変わらずやな、なんかじゃあそれ一般論言ってるだけでモリモリはちゃんと決めたんやからそれはそうや、これ一般論や、僕長かったんでパチンってスイッチ入れるとダメだったんですけど、逆にする理由はな、一緒に住んでな、もういいよ、そのままいってみよう、なんかさ、こうね同棲をしようかなと思ってたら、でも同棲するときに結局なんか金をどうするかとかの問題で、所詮不要に入れた方、とっとろ入ってもらった方が楽やしで、っていうのも考えて、まあまあまずはジャブとして、まあ、冗談みたいなノリで言ったらこう断るやろうと思ったら、うんいいよってええんかって。ジャブが最強の感じです。そうそうそう。おかしいな。よっぽど仲良かったんで、ビヨンドコが先生実やしな、はい、今先生で一生懸命頑張ってるから出てしまったけど、いやほんま分かる分かる、そこ楽やね、そんな裏表ないなんかいい意味であんまり無理もせえへんし、なんかいつもフラットな感じで、なんかもうずっと一緒やから、こっち裏表ある人いるありまくりやねん、シャープマイナーセブンス入ってます。ないです。ないです。入ってます。こんな誠実なの。今日そんな言い方でいいの。そんなもんええかなって。ちょっと新鮮。でも最初その後もその、いや、まあ、付き合うの前提でまだ結婚はせんと、そのまあ同棲を許してもらおうと思って、あの彼女の妻 の, あのお父さんの、まあ両親に会いに行ったら、いきなりそれまでもう結婚しようと思ってるっていきなり切り出して、おかしいなってなんか飛んだないなと思いながら、そんな感じなんですもうええわと思って、あの結婚させてくださいって言ったら、まあ、めっちゃ幸せやんそれって、彼女はなんかお上手にリードして、まあなんかね、本当すごい緊張する。そりゃそうやと思いますよ。あの時の緊張、あの時の緊張言えてなかったよな。娘さんは僕にください。本当にその状態になって、あれきつかったな。しかもお父さん顔が怖いやん。そう怖かった。そうや、あのね、いや、あのね、まあ、なんか眠りしてる感はあったけど、え、眠りされてたもん俺あの、いや、あの、まあ、この妻はあの、ちょっと彫り深い系の顔が、お父さん譲り、お父さんもちょっと彫り深い感じで、なんかこう、そういう感じでこう、まあ、それはどんなやつ来るのかなってなるわね。お父さんは緊張してたんですよ。いや、お父さんも緊張してた。大事なリアを。そういうふうにいかんと。そうどんなやつが来るんだよ。ヒップホップって。なんだよ。お父さんのイメージの中では、そうはな。じゃないの。急にラップやられたらどうしようってなるよね。そう。いきなりフリーされたらどうしようかな。と思ったら、京都バーム持ったの、ごく普通のサラリーマンみたいなやつ。京都バーム、なるほど、美味しいやつ。京都バーム、京都バーム、買ってから、つやっていって。すいません。いいな、まあ。京都バームか。京都バーム、
めっちゃ美味しい。美味しい。わざわざ申し訳ないねっていうけど、いやでもなんか急にそのとこなんかめっちゃちゃんとバチバチッとしてちゃんとサラリーマンで鳴らすちゃんとさあれが完全にあのサラリー会社員の時のカーメンよくガラガラガラそれがいいっすよ。俺なんかなかったっすよ。そう当時髪短かったんですけど一緒に済ませてくださいって言って結婚するってなって結婚するとき髪ぶわ名前も言われてすごいなちゃんと言うよ。ちゃんと言うよとか手順踏んだよ。今の運用しなかったもんな、うちそう普通今のみんなせえへんね。すごいすごい。結婚式の時はさすがにキレていろんなあのあおばさんとか女性陣からキレて、裏面が出たわ。切ってた中途半端中途半端なら長いこと言って結べばよかったと思って。今でも長い人とか普通におるような気するけどね。どうもうもうもうまんまでやってる。だから俺だから別に長くしようか。いや似合わない。無理無理はって怖そうもんな。え長く長かったから。でっかいから。かかかかかかちょっと。肩の人だって作りの新日本そうそうプロレスラー、プロレスラ ー, スラ ー, ー誰かに似てるって言われてたわ。それあれ後藤っていうやつ言うんですけど、そうそう後藤にめっちゃ似てるんですよ。後藤ヒロ最近またあの始めたんで。あそうなんだ。太らずに筋肉ってのがいいよね。筋肉なんでいかんといいよな。僕も鍛えなあかんね。どうなんだろうなと思って今の生活が手料理で毎日まあそうです毎晩美味しい美味しいめっちゃうまいんですよ。私自分でなんかもう食べたいものをなんかこう作って感じ。今度ビヨンド君食べるじゃん手料理をいただく。お前それ言い過ぎた。家で家飲みで招待みたいな。あいやあのリアがちょっときつかったね。ちょっといや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 すみませんなんか大丈夫かむちゃくちゃ重い優しいなだって料理できないよこんなかばってくれるじゃん絶対に幸せやん。そうですね優しいな、ビヨンド君優しいな。いや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 、そんだけ大事やねやっぱり。愛に今のって来んなっていう。もうちょっとそっとしててくれる。言い切れたら言うと思う。僕が料理できるなら全然ウェルカムなんですけど、リアちゃんに負担が全部いくからな。そうそう料理、まあまあもちろん出前でいっかぐらいの話ですけど、それはいいですね。思いやりが一番大事ですよ。うちないっすね。今日モリモリの愚痴かモリモリお前もう長いから分かってると思うけど YouTube 上げてるダメだよ見てないっす見てないっすワールドワイドウェブありがとうございます。いやでも本当にこちらさせておくでございます。少ない。おすすめ少ない。え、今回。お醤油。あ、あ、これ何？あ、はいはい。ごめんなさい。あ、これあ、これの使い方？違う。これあの量使って。こっちの耳聞こえない。聞こえない。聞こえない。お醤油が少ないと。ああ、あ、ごめんごめん。マーシャルに潰された。なんでそこベートーベンでチョイスしたんやろ。耳聞こえへん。あ、そうなんや。へえ。リアちゃん、リアちゃん、サラマやあれ、ありがとうございます。飲み物、ちょっとありましょうか。そうそうそう。あー、ごめんごめん。はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい、追加の方、どうぞ。
僕は生を。私はグラスワイン。グラスワインをしたんです。うん、赤の生じゃないやつ。生じゃないやつ。ハイボール。ハイボールあります。ビール美味しいの。めっちゃ冷えてるの、うん。なんか凍らせるやつですよね。あ、グラスな。無理して飲まんでいいし、自分のペースでな。ありがとうございます。違う違う、これガラ入れやねん、この四角いのが。あ、そうなんや。これがガラ入れやねん。あ、それがね、これがガラ入れ。なんかこう、ああ、なるほど、邪魔なんて。じゃあ、リアがレアちゃんが食べんやったらこれ置いといてあげて。あ、こっちゃん、ビール、まあまあ。あ、食べました。あとワインです。リアちゃん、これ、あの、枝豆好き。はい、好きです。あ、ほな、もう、あげあげ。ほな、ここで、ありがとうございます。じゃあ、まあ、じゃあ、いらんようになったらおっちゃんなんか。はい。かっちゃん、かっちゃん、かっちゃんで、かえさんで、かっちゃん。よろしくお願いします。こちらこそ。末永くよろしく。そうですね。本当にお世話になってます、こちらこそ。いやいや、もう、本当に。10年ぐらいになりますね。10年。そうだ、そうだ。リオンド君があの奥さんに会わせてくれるのか。お祝いですね。そう、お祝いやねん、今日。歓迎会って書いてあったから、あ、番組入るのかな。結構お祝い、祝賀会。祝賀会。さあ、俺その辺なの。適当だ。意味わからず歓迎、とりあえず歓迎。うん、歓迎してくれて。ありがとうございます。須藤さん何してますか、最近。あれ、フリーのカメラマン。あ、そうです。だから、お願いしますけど。それから会ってないんで。ああ。元気相変わらずな、菅ちゃんな。そうやな。いや、うん。今日もちょっと仕事が入ったから、ということで。吉野呼んだらよかったんですよ。ガリガリ君ね。そうやな。あいつ、今日、最近西尾も、なんかやってるみたいですか。俳優？いや。なんかバイトか、あ、映画村バイトしだしたんや。なんか映画村にもなんか最近行かないか、うん、時代劇の方に行かない。ガリガリ君なんかやってんの最近？なんかいろいろやってる。俳優？え、ガリガリ君何回か出てるで、テレビ。あ、そうなんですか。科捜研の女とか。へぇー、アークリューとか映ってる。映ってるんですか？全然知らんかった。アークリューの一緒っぱらのやつ、私まだハードディスクに残せる。へぇー、ガリガリ君すげぇ。一回見てすぐ消した。嫌なやつすぎて殺されるやつ。最高やん。うってな。じゃあ、でもちゃんとしたやつ入れてるの？次の時はもう真っ白になってくる。ああ、そうだね。多層点やからね。沢口靖子さんこうして調べるんだ。あ、じゃあ沢口靖子さんにこう切り開かれてるの？ああ、開かれてる。さばかれてるんや、すげえ。めっちゃ嬉しいよ。パソコンでウィーンとかなってます。ああ、嬉しいよ。嬉しい。それでもだから第二の主役と言ってもおかしくない。第二の主役なんやから。犯人っぽい思わせといて殺されると結構重要なやつ。へぇー、我々の声がそんなことになってるんだ。たまに警察官が遅いな。あ、そうですか。よしよし。結構前からやねんね、それは。全然知らなかった、僕。いや、ビヨンド、そら、モリモリはほら、あの、ビヨンド君が、じきじきにもう、モリモリを、よ、君は、呼びましょう、みたいな。呼んでください、みたいな感じで。ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。ここはどう、おっしゃってたの？どういう、前のアフリカの時に、僕、ちょっとやらせてもらった時に、一緒やって、多分ですけど、確か同い年ですけど、ほんと。そうなんですよ、確かに。何年前ですか、僕、87年でしょ。いや、一緒ですよ。あ、そうや、同い年。87年、僕が1月なので。え、今年の朝だから学年は僕1個上に。あ、そうなんや。あ、やばいな。3月ね。学年で言う。学年見たことある。だからギリ敬語、ギリ敬語使う。一緒や、一緒やなみたいな感じ。そうそうそう。ほぼ一緒なんですね。ほぼ一緒ね。ヨーロッパ頼んだか。あ、頼みましたよ。すみません、あのまま。
バンドが最初 R2R バンドっていうのに、ね、僕が最初にそのあのライブハウスで飛び入りで参加した時に一緒に対バン、ファーストライブの時にリオンの君と会って、そうやった、ね、あれファーストライブだったの、僕もあのライブハウスでのファーストやったんですよ、初めて聞いた、初めて聞いた、水族館とか、そう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 、七条、七条の時、七条大宮の時、その間、うん、僕らもそうでしたね、アフタービーズの時、あ、そうそうそう、イギリスやったな、イギリスちゃうわ、その時は何やったっけ、なんだかなかなか、お前覚えてみた、そんなことあんねや、無名者の空で、あ、そうです、あの、ちょっと舐めになっちゃうかな、これ麦茶でそこを、うん、なんか残しとこうかなそんな森があるとこなんです、はい、チーザーを食べる、うわ、チーザーすげー、焼酎、お、焼酎さん、鹿児島のチーザーさんよろしくお願いします、大阪の人やん最初めっちゃ大阪っておっしゃってましたよえ、でも何人が一番長いの、一番長いのはもう京都、京都が一番長いけど、その次は東京で、その次が鹿児島、そう、全然関西弁がな、大阪、あ、そうなんや、じゃあ京都人がやっぱ一番長い、やっぱ大阪で生まれたらやっぱ大阪やろ、その十字架を背負い続けて十字架京都ではいけない、関東もう一回激しいやんか、うわいいですね、そう、焼けた手すきやから、うわ、鶴さんそれ、これあれしたらほぐしてみんなでちょこちょこしてつまんだら、あれお箸もらおうか、全然いいよ、鶴さんなんでやってください、いやいや、それ全然いいよ、いや、もう裏っかいのがもうあれやから、みんなもうええやん大丈夫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 、それ気にする人いいから、あ、オッケーさん、大丈夫、家族みたいなもんやどうなんだ、ほんまどうなん、ほんまどうなん、しかし新婚の方がいらっしゃるので、そうそう、あ、そんな気にするタイプ、え、こっちで取り分けていいよね、はい、大丈夫大丈夫、だってこっち、うん、こっち使った方が汚いやん、こういうのって、ああ、そう、そうそう、なあ、もう家族みたいなもんよ、そう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 、スターちゃんがそうおっしゃったら、そうそうちょっとリアちゃんが誤解しはるやん、怖いみたいな感じで、いやいやいや、大丈夫ね、そうですね、今っぽい、なんか可愛らしい、いや、ほんまに可愛い、私可愛いとするやんか、りょうこちゃんも可愛いしな、可愛い、可愛い、可愛いですけど、可愛いな、ちょっと気にしたい、今日は何食べてる、え、などこに、あ、ホテル、へぇ、お疲れ様でございます、はい、はい、残り飲む、ちょっと飲んでしまいます、結構飲めるタイプ、すごいな、これブドウシャワーめっちゃ美味しそう、もう美味しそう、ブドウが乗ってるやん、が乗ってる、え、お汁ブドウやん、だんだんこれええ感じ、俺初めて飲んでしたけど、どうなるか未知数なんですけど、モリモリ最悪やった、私最悪な酔い方や、最悪、そうそれは荒木さんとどっちが最悪ですか、どうやろどうやろ、そんには負けるかな、え、キングさんそんなにどこって、荒木さん陽気、そんな、あ、陽気になる、そうや、私も陽気になる、ちゃうね、荒木キングさんな、え、こんなん言ってへんから思わ、まあ、なかったら寄ったふりすんねそれはどうだ、時聞かないから、いや、マジでマジで俺が結構なんかまあまあ多分北海道でも見てはると思うからね絶対見てますいや、あの人寄ったふりしやがるもんな、なんか結構あ、今日ちょっとカちゃん寄っとる、カちゃん寄っとるなと思ったら寄ったふりしてくれたって言わない、あー、なるほど、いい方を取って、タエさんがしんどいのは倍明るくなるずっとゲラゲラゲラやから、あのブレーキ効かんくなるんですね、私理性が効かんだったらこんななんやと思う、最近知って、でもそれがあるべき姿ですよ、それはそうなんかな、やっぱり、え、どっちですか、酒飲んだ方が本音が出るか、本音ですか、いや、なんかかっちゃんは本音じゃないって言うじゃん、酔ったら気が大きくなるだけで別に本音じゃない、え、ちゃうね、なんかさんまのテレビでそれ言ってて人に言いますよね、でも確かに、正直に言うタイプの人と、あ、だから本音がなんか出てしまう、覚えてないって人もいる、
酒飲んだら本音は出ない。あ、うわあ、わかる。なんで？だから絶対出ない。え、なんで？理性がスイッチが外れるのが酒の力じゃない？いやいや。僕は適当なこと言う。あ、酒飲め飲んだら適当なこと言える。ああ、そうなんや。ああ、もうここ一緒のもんみたいな。うん。え、なんで？わかる。そんな飲むだけしんどいよ。抑えなあかんや。本音を。え？え、なんで出ないの？どういうことだ、理解ができない。いや、だから、ほんまはもっと言いたいことあんねん。でも、いくら飲んでも出ないの。ほんまに言うたらあかんことだよ。あ、そうなんや。そうなんや。そうなんや。そうや。ああ、俺それはもう分かってるんや。何言うたらあかんぞって。え、これ、よう飲むのってそれは抑えられるやん。でもいろいろっすよね、酔う人もね。酔う喋りになる人もいれば、まあ、泣き出す人もいるし、泣く人もいるし、吉野みたいに寝るやつもいる。僕ら寝るはやと寝てしまいます。あ、だから、ほんまにあんま強くない。めっちゃ弱いね。それが幸せですよね。下手に飲める。あの 前なんかそう、あの2人で寝てしまって、なんかその、あの友達がなんか大丈夫ってすごい心配してる。そうやって帰る人いいの？もう2人ともから寝てしまって。2人で寝ちゃうけど、またなんかいいですね。2人ともそばでかくかな。水渡されるっていう。元気出せ。頑張って。まだ飲ませる気なの？頑張って。頑張って。頑張って。絶対大丈夫よ。もうなんか何の心配もない感じ。絶対なしなし。めっちゃもうなんか心配もないみたい、逆に。どういうこと？だから常連の夫婦みたいな。一回りした感じなんですよ。あ、そう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 。そうやったらそんなあるんですか。信頼関係というか、すごいこのものさ、熟年離婚の日を乗り越えて楽しいっていう時の。僕らまだ実は結婚中が付き合ってから喧嘩したことなくて、それはちょっと心配ですね。一番いいなで、モリモリ。それが喧嘩した方がいいとか言ってる。せえへんのが一番いい。俺そうやってあの自分自身励ましてきたの。ごめんごめん。食べた。でもなんか喧嘩した時にどう対処していいか分かんなくなりません？そう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 。え、今日涼子ちゃんとそんなすっきりするの？まあそうです。週1ぐらいやります。へえ。下手したら軽い喧嘩やったらほぼ3回ぐらい軽い喧嘩しますよ。怖。まあでも長くないですからね。終わったらまあ普通に話しますけど。あのタールトアールのベースの大ちゃんが一回も喧嘩したことないんですか。その付き合ってから結婚してもんだね、結構いる。結構しまってる。もう全然喧嘩してみたいって言ってたもんな。これはちょっとさ、なんかすいません。おー、これもどうなんだね。こっちタレっす。ツルさん誰がいるか。いや、怖いっすけど、一回喧嘩したらなんかもうボコボコにされてた。ボコボコにするタイプな。今日言うてたよな、嫌なこと言い出したら止めてない。俺でもさ、俺それ一人暮らしして、はい、母ちゃんと結構近くなったからさ、はいはいはい、結構なんか自分がそう、たーちゃんのよくわからないことをもうわざとやっぱりすっげえ討論した。で、たーちゃんとすっごい討論をして、で、最終的にネジ伏せられるっていう。最終的には自分で貼った。いや、今のいやでも、うん、一応あえては、うん、なんかやった、で喧嘩じゃないやね、ディスカッション。あ、ディスカッション、討論。だから我慢欲しい方が、その腹立つことが、でも今のところ腹立つことがないやん、そもそも。まあそりゃそうやな、もうラブラブな。だからまあそういう風に続くところもあるやろうしな。こっち散らかす方が。あ、ほらやっと言えたんや。よかったっけ、女の子が。はい、片付けてるよ。
服とかカバンとか一人暮らしで長いもんなちょっと片付けなよとかならへんの。まあまあ片付けといてねっていうふうにあいつが優しい。でもそれはな、ちょっと男側もなんか、こんな可愛い僕みたいなところを演出はしてんねん。可愛い僕ないこれそれをないね。変わったのに。お前何って言うたら。電池切れたの。あ、俺。あるけど。でも、あ、これこれ。電池切れたんです。あ、電池。こいつはこいつの電池が。あ、こっちが切れた。あ、で、タバコを買ってる。そういうことね。これ電池も USB とか。そうそう。やべえ。これすごいっすよね。鶴さんとかも20年生死やと思う。アドバイス超老舗な、うん、何でも聞いてください、ね、何でも修羅場くぐり抜け喧嘩ってされるんですか。ちょっとそれをあすいません、あえてこの状態、もうそろそろこの状態でお願いしていいですか。でももうこれをって言った段階で察しなそうなんや、まあ、2軒目で、でもつぶさん2軒目で聞くのは嫌や。なんか、逆に仲直りする方法とか、あそれいいな、うん、それ聞いとき、仲直りするきっかけ、聞いてた方がなんか、まあ、仲直りするのも共通の用事があるだけ。共通の用事共通の用事自然に風化していく。なるほど。そして次の用事、共通の用事があるときに共同でこう会話をするのが仲直り。ああ、なるほどなるほど。老舗やわ。共通の用事ってないやん。なるほど。米買いに行くの。そういうことか。めっちゃ重くなった。ちょっと重くないわ。何キロかって。子供らも大きくなってたら5キロぐらいでいいじゃん。自分はちょっと私が大きいな。あのだいぶ受けすぎやし。いや、重いっす。すげえわ。これ、頑張ってくれた話なのに。共通の用事か。でもそれは面白い。でもちょっとそれあるもんな。ちょっとそれ分かる。まあでもそれきっかけとしては、うん、そう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 、うん、その喋り喧嘩してくっつかへんのがちょっとあって、うん、ちょっとなあなあってどっちも言えへん時ちょっと用事があると、うん、そうやな、普通のトーンでいけるやん、うん、そうやもんな、あれどうやったとか、うんうんうん、ああ、うん、まあ、事務的なものから次第にこう事務連絡が、事務連絡があってこうダムこうなんかね、こう何ですかね、こう外交が始まるみたいな。そう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 、それが一番よ。なあなあなって行くのも喧嘩してたら行きづらいしさ、どっちからもな。そうやな、それはそうやな。コーナー行くって。でも俺は、俺はのサインはカオナン行く。俺はもう、そうやね、俺はもうあかんわ。もうすぐこっちからこう、うん、コーナーへ、なんか、うん、こう俺コーナー行くっていうふうに言ったら私も行くっていうのが返ってくるはずっていう。なるほど。でもそう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 、うん、帰ってこないね。いや帰ってきて行くって返せよ。じゃあその段階で、あ、もう悪いって思ってこれをできたんやなっていうのが見えてくるから、あ、もうここは、ね、いかんとなっていう。コーナー行くがごめん。あ、そう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 、ごめんねって言えへんから、うん、コーナー行くからね。大丈夫か。大丈夫か。誰が興味あんねん。ここじゃないね。ここやねん。ちょっと僕ちょっとお酒もうちょっとお酒がもうちょっと。あ、ズルさんも空いてるわ。そうなんですか。そうなんですか。これどうなんですか。カンちゃんの置いてるの分からへんわ。カンちゃんの。
あれどうぞ食べてください。あ、はい、大丈夫、よかったら、いい、だいぶ食べておいてお二人で、あ、生イチね、はい、そうだ、ありがとう、酔わないよ、梅酒のよくそう、ああソーダ割りで、ソーダ割りで、うまさにソーダ、はい、ね、あ、まだある、まだある、ちょっとこれ以上ちょっと3時間あるからな、あ、そうそうそう、確かに、もう2時間ぐらい経ってるんちゃう、経ってへん、最近うつとさ、私の敬語が弱い時あるから、ちょっと待ってください、いや、いっそ、おかえり、まりまり、あ、行く、ああ。お、何吸うの？あった？タバコ屋。え、タバコ屋って何吸うの？ダメビール。おうおうおお。モリゴリよりタバコやめて。押してる、押してる。うん。9月ほらこの考えある。ね、トムさんのイベントで終わってね。あ、そっか、うん。ちなみに私もやめてます。あ、あ、おえー。それ初情報、うん、なんでですか、いや、あのこれ吸ってて、で去年の10月ぐらいにこれ買うて、これ買うてで実家に帰って忘れてきて、まあええかって今に至るみたいな、おお、2ヶ月もう大丈夫、もうええわ、もうええわ、めっちゃすげえ、なんかすごい、ね、欲しいとかならないですね、ならずに、まあ、ええかで来てるから、逆にいいですね、もうその何もそのやん、え、離脱症状、でも禁煙しようというのは一切ないんで、あ、それが効いてる、なるほど、忘れたっていうだけにしてるから、これ俺1本どうすかって言ったら、そう、みたいな、これ勧められたら、勧められたら、勧められたら、勧められたら別に断る気はない、断れへんかったからな、最近僕もこれやったから勧めれないですよ、日本どうすかって言えないですよ、はい、梅酒の相談で、あ、でも、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、麦の梅酒でございます、え、座れるんですか、いえ、あ、そう、ありがとうございます、ボリボリは、あ、うん、あ、いいか、いいか、いいです、こちらで頼みます、はい、はい、なんかお腹太るのかみたいな、あ、なんか食べましょうか、うん、お腹太るごめん、どんな、なんか例えば焼きうどんとか焼きそば、あ、東京なん焼きそばっていうのがあったで、いや、日本で見る、うん、こういう時にグッとこらえれる、なんかその不安じゃないけど、いつも面白いのがこういう料理とかお酒とかを店で頼むときにめちゃくちゃ時間をかけるのが面白い、あ、え、選ぶ、そうそう、何あれもいいやつ、なんか余力なんで、いや、じゃあなんか癒される、それちょっとわかるわ、かるでしょ、私もかっかかっかい決めたい派やから、ゆっくりやられた方が、うん、ほんわりする僕なんか喫茶店とかで、あ、これで頼みますとかバーッと言った時に、ちょっとどうしようかな、どうしようかなってずっと、 A ランチにしようかな、 B ランチやっぱりなー、カルボナーレもいいしなみたいなこと、女子かわいい、待ってる待ってる、全然待ってる、そうそう、今この瞬間をこう大事にしたいみたいな感じだった、ええなー、残ってんだこれ、なるほど、これここはどれけたいか今のな、いいわ、これがリオの子の今の素直な気持ちやで、すごい、いやでもリアちゃんがなんでた、私勝ってもらってライバル心みたいな、焼きそばか、チャーハンか、チャーハン、おむそば飯か、おむそば飯、もつ鍋か、もつ鍋、もつ鍋、もつ鍋で2人前で、まあ850円、ラーメン、それいいね、それかっこいいな、それかっこいいな、これ2つぐらい、あ、違う、1人前で798円です、2人前ちゃうかい、はい、すいません、シビア、シビアな、いや、もう2人前茹でじゃ出すし、2でラーメン入れます、うん、そうそうです、え、何するか、2人前ぐらい6円になっちゃうか、うん、いや、ほんまにめっちゃ
もっと俺が頼んだらやつも。ああ、そんな、そんな感じ。じゃあ、みんなちゃんとこう安く済むように計算してくれてるわけ。ああ、そうか、なんかいろいろ食べたいかなと思って。うん、それもそうやな、それやったら終わりだな。なんか2位ぐらいにしといたらしょうがないやつ。そうそう、モリモリ任せて。バッチリやな、こういうのやつ。そうやな、モリモリ君がな、よく言ったら。色がどうなのか分からないですけどね。いっぱい食べて。あ、もつとか大丈夫食べれる？あ、はい。あ、もつのは試しですね。ラーメンつけって書いてありますか？あ、ラーメンつけやん。締めやな、もう。ラーメン、うどん、ご飯ありますよ。お前、誰やねん。すごい、10年ぶりにこんなリアル、こんなリアル。おもろい、今日めっちゃおもろいわ。ラーメンくらいついてるんだよ。ラーメンがいい。ラーメンでピンバイトロイさん。今ね、ラーメンで追加でラーメン。そうじゃ、私お腹空いてるから、ね。あ、そうやわ。これに食べた方がいいわ。あの、どんどん食べれる。逆に遠慮なくか、先に片付けた方がいい。あ、いいっすか。勝ち手伝い。これも。あ、うん、こっちも。このサスミだいぶいただいたんですけどね。全然出てくれてない。いや、もうリアちゃんの買いなんやからもう。いや、そんなもん。今日もね、今日もなんかお昼に中華料理屋行って、満タン麺と半チャーハンあるんだら、半チャーハンでよかったんですけど、チャーハン残して。半チャーハンが食べられへんやん。いや、それでなんか、まあ、なんかあれセルフサービスのとこだったんで、それでなんかあのね、そう返しに行ったら、あの返却口に返しに行ったら、あのお店の人にあのチャーハン残ってるってもったいないって言われて、あのテイクアウトするって言われて、なんかタッパーに連れてくる。そんなの見ちゃうの、良心的。なんか京都ファミリーの京都ファミリー、そういうのこと、そんなの言ってくれる、優しい。あっこのやつら頭おかしいんですよ。出た、いや、おかしいやろ、あいつら。だって、いきなり、あ、今日、まあ、いっぱい並んでるじゃないですか、店が。なんか、まあ、そこで今日どこにしようかなって言ったら、お、久しぶりとか言って。頭おかしいでしょ。すごい慣れ慣れしい。覚えられてる。どうやってんねん、ここの店と思って。え、それは、その人が美容とこを知ってた。もうこの2人を見て、お、久しぶりじゃないみたいなことになって。おかしいでしょ。普通言わんでしょ。確かに、厨房からそう叫んでくれた。久しぶりやみたいな。大きい声で恥ずかしい。この人言うタイプの人やな。今日もワンタメでええか。そんなんいいみたいな。一緒に回転寿司行くじゃないですか。自分が1個食べて美味しくなかった、もう1個のやつ俺んとこにパンって。もう俺それで腹いっぱいになるんですよ。ごめんな、ちょっと発表させて。そんなん、え、そんな食べまずいもんとかあります？そんなん、なんちゅう、なんていうの、季節限定のさ、なんかあるやん、沖縄で人気マヒマヒとか言ってあるやん。おい、それ一回食べたらあーって言ったらカーンってこう食感が、そのもうちょっと優しく置かれたら俺も納得して食べれるんやけど。まあ、私苦手やったら食べてくれる。お、そう、うん、これはだわ。これが、結構。
そんな、ねね、まあ、でも妙子が残したやつ食べないやん。いやでもその時はなんかだからそれはそれでなんかどうやろうと思って。ああそうなんや。まあ妙子ももうがっつり定食食べてたんで、僕はもう僕も食べてたんで、ちょっと僕もこれ以上やと、いやそもそも痩せろって言われてんのにっていう。そう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 、痩せろって言ってるんやん。そこは痩せてほしいんや、やっぱり正直に。筋肉は筋肉ありますね。何やかんや、一応筋肉と脂肪ですね。筋肉と脂肪はプロレスラー体験です。ああ、化粧の方がすっきり。あ、まあ、もうちょっとお腹がちょっと頑張る。笑えてる。試合前の試合前ゼロ。盛り上げてる。世の中が可愛いリアちゃんためで痩せるから。いやでもね、なんかちょっと可愛いと思って太ってるところあるんですよ。あった。そうそうそう、こんな可愛い僕みたいな。そうそうそう、あるよな。あんねん。30、40になって、うん、もう遅かったら痛みやすい、うん、そうやな。もうアイデンティティになります。そうそう、なんかビアナ君ずっとこうやで、ね、もう10年ぐらいな。まあ、今はちょっとあれですよね。まだあの大きかった時ありましたけど、そうそう、もうちょっとやばかった。仕事がやばかったっけ。仕事のストレスがやばかったっけ。仕事のストレスやばかった。何かって。ウォッカにコーラ入れてなって。自宅で飲もう。自宅で。ああ、そうなんや。日本だけでもそんな時あると思うんだ。なんか、なんか入れて飲んでる時あったよな。はい、なんか次元大好きみたいな、ほら。それは、あ、それは違う。それは僕じゃない。それは絶対僕じゃない。それは見たらガリガリ。あ、ガリガリ。ガリガリ。あいつはあれにコーラかウーロン茶を入れてる。ウイスキーって言ってた。ウーロン茶。何やお前、うん、だから今日呼ばへんから。あの滑ってるんでね。お酒飲みたくなります。もう最近ちょっと忙しくなってきて、一人で飲んでます。日本酒した生で、はい、生で、はい、飲ませ上手やわ。生で、はい、早いっすね、鶴さん。鶴さん一番飲むで、多分。すごいな。僕ね、テキーラだけ合わないんですよ。あれはもう全然回るな。この前、小学生同窓会だったんですよ、小学校。で、僕、友達いなかったんですけど、行ってみようって言って、新しい友達できるかなって言って、めっちゃ緊張してたんですよ。それで結構飲んでたんですよ。で、二次会行った時、テキーラを外人バーさせる、外人バーやったんで、なぜかしらけど外人としてテキーラに。僕、これ記憶なんですよ。どうやら、あの、盛大に潰れて、ゲロ吐いてたらしいです。で友達はできない。友達はできない。そこまでやったのに。でもその友達じゃなかった人と普通に大人の。そうや。まあまあ私はどうしてんの。同窓会とかある？一回もないよ私。僕は俺もあるけど。普通に。まだ関係性が。ちょっとあのね、感性で生きてっていうんですか。ああ、生きてる。何でもない。つけていったりしたら、いや、なんかすごい、個人でやってるんだったら、儲かってるんじゃないとか言われて、悲しい気持ちになるから。何やってんだ、俺、みたいな感じで。正直やな、そう。おう、まあまあ、ええとか言うみたいな。いや、ええ人やな、もりもりもな。もう、変わってるよな、俺。九州男女、嘘つかれへんねんで。九州男女、嘘つかれへん。外人は、多分外人やと思って喋ってくる。外人ってプロレスラーやと思うんですよ。イエーイ、イエーイ、オッケー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 とか怒られつつ、怒りつつ、カンカンつつ。うわ、何倍ぐらいいったって。ヒーラーはもうきついよな。何倍ぐらいいったの。でも5ぐらいいったの。うわ、もう200潰したことあるな。だからテキーラ合わないなと思って。誰でもやって、焼酎とかじゃ5いってもいいよ、普通は。いや全然モリモリじゃん。これでも青森なの。青森だ。青森。青森と青森。青森なんかあんねや。ねえ、アホやって。
クラブとかやったらテキーラとかそんなんや、俺らの時代ってそんなんやったけどな、もうすごかったけどな。結構行ってるじゃないですか、テキーラとか。でもショットやったらね、なんかこう、まあ、一番安いエイク飲めるからっていうのもあるし、なんかちょっと、まあ、乾杯って言ったらなんかそれがやっぱりそれが出される、まあ、敵やかイエーガーっていうなんか黒いあの夜飯みたいな感じの、ほんと強いわ、強いし強いわ、美味しいんですよね、テキーラって味は。そう、確かに一緒や、熱いから、熱いですけど味は結構ライムしつこくなくて美味しいんですよ。鶴さんぐらいになったら毎晩テキーラですね。もう一杯がテキーラですよね。黙っちゃう。いや、そろそろ鶴さんに振るんかな。いやいや、振らんでいいね。振らんでいいね。なんでそれ。絶対本音出へん。いやだから京都人長いせいでもう閉じてもらう。そうなんや、ほんま大阪を裏切ったやつや。いやいや裏切ってます大阪愛してますよ。なんか面白いですよね、でもね。面白いよね。変ですよ、大阪って。面白い。でも同郷って言ったら同郷やもんな、九州。まあまあ広い意味で言ったら九州。鹿児島と長崎やもんな。一番南、九州で言うとですけど、お寺の南で、一番西なんですよ。だからあんまり長崎と鹿児島はどこ比べろ。ただまとめちゃいましょうか。え、モリモリは丸っぽ食べてます、食べてます。もう丸っぽ九州人。18年間は九州。あ、そうなんや。生まれも育ちも九州なんや。あ、そうなんや。なんか九州っぽいなと。九州っぽいな。うん、豪快さも。あ、モリモリな。うん、九州っぽい。イチコとか似合うもんな。似合う。2回。まあまあまあ確かに言われますね。モリモリと鶴さんがお酒の CM 出てたら飲みたな。いや、買う買う。めっちゃ似合うわ。なんかウイスキーだの客が。こいつでお前の。だって15年ぐらいしたら一緒にやりましょう。美味しそうに見えるお酒が、めっちゃ見えた。めっちゃ早いっすよ。九州の人ってスタイリッシュ飲むような。かっこいい。でも結構言われるじゃないですか。なんか酒強いんだねとか九州出身って言われますけど、やめてくれ。わかる。強いやん。でも強いやん。実際強いやん。まあまあまあ、なんか待ってくださいよ。でもなんか属性で勝たんだと。強いやん実際。ガンガン行っちゃってとか言わない。美味しそう。美味しそう。ガンガンいけるんですけど、緊張してるから、その場では。やめてほしい。火をかけたらいい。火を多分かけたらええだけの。ラーメンあるやったらちょうどいい感じなんですよ。これラーメンでいいの？これバターです。ラーメン付けって。ラーメン付け。あ、ちょっと燃やしながら。あ、もうすでに入ってる。野菜とかもなんか追加ありました。あ、こんな麺に追加していいんじゃない？これいいやん。なんちゅう笑い方や。わかんない。豚骨って言うんですよ。豚骨なのこれ。豚骨って感じ。九州で豚骨。鹿児島ラーメンって何味なんですか？豚骨でしょ。あ、豚骨？鹿児島ラーメン美味しいですよね。私鹿児島はね、だから大分やから、あの里が、だから博多ラーメンやん。あ、違う、違う、そう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 、大分博多っすね。そう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 、博多ラーメン、クルメラーメン好きなんですけど。それ何やって何やって、豚骨なんですけど。あ、豚骨だ。もうちょっと癖が強い。へぇー。最近博多豚骨ラーメンは来た、もう終わったかなと。あー、そうやな、古いな。いや、食べ尽くしたっていうか。いや絶対ラーメンうまいもん。マカオともうまいけどな。今はクルメってそのもうちょっと南、福岡の南の方なんですけど、クルメ、熊本、鹿児島が今暑いです。豚骨だ。私もね出張で。ああ、そうだから出張で九州行ったら東京にはラーメン。わかります。
どこのラーメンが美味しい？でもクルメ美味しいです。そうなのよ。行きたい行きたい食べたい。そうそう臭い。なんかね、最初えって思うのよ。何ラーメンで食べたことない味する。でも美味しい。カップ麺は持ってたんですよ。クルメラーメン。ガッチャン。持ってきてた。カップラーメン持ってきてた。ガチで食うともっと臭くて、もっと臭いんですけど美味しいです。いやあれはもうちょっとなんか笑いが取れへんなと思ったから別にっていうふうにさんがおっしゃるけど。おうまあ、うまいやん、うまいやんって言ってカッちゃんうまいやん頑固なガリガリ君がいやこれはうまい、うん、これはうまいって言ってめっちゃいいですよ覚えてる覚えてるありましたね、うんまあ、ですよでもやっぱでも最近ずっと醤油ですね。こっち来てから醤油ラーメンそう、 うまいろ京都の背脂醤油はそういうばっかりですね。そうそう。聞こうって言ったらみんなにおすすめの店聞こうって言って。この店絶対行った方がええって食べること好きやん。特にラーメン。出身どちらなんですか。出身そう生まれた場所って、はい、あのその生まれた場所がオーストラリアなんです。あそうなんや。じゃあ国籍的にはあのいやもう日本の国籍で生まれたっていうだけ、ね。生まれただけで。ほなもう育ちとかも。ちょっとシドニーに、まああの父の仕事でその5年間、そうなんや、まあ、でも、もうだいぶ日本の方が長いんですけど、でも英語喋れんねんな、まあ、はい、英語は、はい、かっこいい日本の方がパスカンな、ちょっとラップでこうやなけどどう言うたらええなとか、ちょっともう、うわぁ、あまり言ったことないですか、そうそう日本語日本語なんかこのちょっと言い回しとか聞いたりはこれどういうみたいなよいしょーとか海外ではどういうワッツアップじゃんいや違うよいしょーってねよいしょーって初めてきっちり突っ込まはったまあまあ恥ずかしいパターンきっちり突っ込んでくれきっちりやったよキッと落としたんだすごい違う家でもこだわりですねいや幸せやんかなんかワインいきますえワインいきますいるよでも俺知らんねやでそれ日本食とかあるんですかありますね。あ、そうなんですか。まあ、日本人街みたいなのもあって。ああ、なるほど。日本人街みたいな感じなの。はい。あ、結構なんかオーストラリアって日本人の方住んでます。頼んでます。意外に日本食が多かったりするねんな。うん。どこのお兄ちゃんが日本食の店長やったはずオーストラリア。これ。もう長く行ったはずね。へえ。私行ってるかもしれない。ん？なことないか。なことないな。でも20年以上前ってことだもんね。あ、そっか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 。え、だからでもまあできれば行ける範囲のお店を教えてほしいな。このラーメン屋。そうやな。シドニーのいやいやいや。シドニーの寸胴屋を聞いても。シドニー。いやいや。よく見たらラーメンありますよ。いやラーメンはつるさんやつるさんはラーメンプロ あそっかだってこれは何なのこれ油入れてるんだ油入れないですけどネギとシラスをこう喧嘩してくださいって言われますか金曜食べたところでめっちゃ美味しいえもうすずさんそこ出たよなんか聞きたい聞きたい聞きたいそれすごい聞きたい忘れたなちょっとでもすぐ分かる金曜日行ったところでめちゃくちゃ美味しい店ってもうすぐ行こうどこだったこれ見たらすぐ分かる。これをほんまに言ってほしい。祇園市場。おしゃれ。祇園市場のラーメン。ラーメン大好き。これちょっと調べよう、これ。調べてください。ぜひぜひ。祇園市場のラーメン。長浜。確かにちょこちょこありますよね教えてほしい教えてほしいほんまに教えてほしい去年の11月にできた店なんですよええー、今度新しい流行りのラーメンこれねちょっと流行りのラーメン魚介系あの辺ちょろちょろあるんですよエビス神社とかのエビス神社の時ちょろっとあったりしますよねラーメン屋さんに行って 2,3 店やっぱ飲んで帰られる方が多いからでしょうね
何ラーメンですか、醤油ですか、魚。魚介系、魚介系で、うん、でそこはあのラーメンもやってるけど、お作りもめちゃくちゃ美味しい。めっちゃ行こうや。お作りとラーメンが美味しい店、お酒が美味しい店。それはやばいやつ。そうなの、居酒屋系ですか。居酒屋系の店だけど、でもいいな、でも店はラーメン屋さん。ものすごい変わった店で。いやいいやん。で毎日取れる魚のこの顎の部分をこう煮詰めて煮詰めて出すラーメンがもうそれ一本なんですよ、メニューは。だから毎回取れる魚によって味が変わるけど、でもラーメンとしての手は一緒だけど毎日変わる味が。行こう今度。絶対行きだ。で金曜日行ったのは近畿のラーメンで、これまた濃厚かつすっきりした味わいのいいスープ。めっちゃうまかった。教えてください今度。これちょっとラーメンちょっと。これ残しといてもらう名前ラーメン。そういうとこって意外と出してないですよね、情報ね。ちょっと名前忘れちゃった。マンゴーショーが来ました。ほりほり水はいい。これ可愛いもん。麦水割り。たまには。ブランジャーだ。はい。これ麦水割りって。麦ね。あ、トロさん。麦トロさん。あ、はい。芋にしてたんですけど、麦でした。すいません。麦にやっちゃった。大丈夫。トロさん何でもね。何でも OK。だんだん粒がある量が増えてきた。失礼いたします。いやいや。美味しいお店。ちょっと僕最近桂駅周辺で、あ、そうやな、桂美味しいラーメン屋とかあるやん。桂駅、うん、プラプラしてるんで、うん、引っ越したよな桂に。あ、そうなんや。石窯ピザとかありますよね。うわ、私ピザ大好きやねん。イタリアン料理大好物やねん。僕ら今サイン住んでるから。え、宮田子サイン近いっすね。はい、サイン。え、サインのどこ？あの、カドロ王子ってあるんですよ。カドロ王子市場。わかる。だから、ね、上司とかあるんですか？それに持ってると思う。持ってると思う。あの、京都外大の。あ、はい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 。京都外大のど真ん前です。はい。サインの方が飲み屋結構あるやんな。あ、そうやな。なんで、その、よく京都ファミリーに行って顔覚えられるっていうか、ほんと泊まりで歩いてもうね、散歩みたいな。そうそうそう。あれも地域性強いですよね。面白い人が多い。面白い人が多い。夜会村みたいなのあったよな、サインに。あるある。あります、あります。あの、折り鶴会館。あ、そうなの。折り鶴。あ、このラーメンめちゃくちゃうまい。え、そうなんですか。醤油ラーメン。一番右端のな。ラーメンめっちゃうまい。いや、でもなんかこの前サインで火事があって、絶対にもう折り鶴会館なんで。絶対もう終わったんや。かっちゃん、あれは行ったんですか。僕、結局行かなかったんですけど、神川神社で鯖の味噌煮がありますよね。なるほど。言うてるなぁ。あれやな。何言ってない。あれは美味しいらしいですよね。俺、ま、結局行かなかったんですよ、これ。行列。行列できてるんですか、あれ。なんかでも、うん、結構ボリュームあるらしいな、そのなんか、なんていうの、サバの味噌煮って腹膨れへんやみたいなイメージやんか。そうじゃなしに、結構それと、それが、ま、メインではあんねんけど、まあ、いろいろある、うん、そうそう、うん、なんかメンチカツみたいなでっかいのが出てくるみたいな。だから学生さんもすごい喜ぶみたいな、うまいことになってるみたいな。へえ、そうなんだ。で、今度、だから、同じマンション来はるから。ゴーストが違うだけやから軽いって言ってくるわ。あんまり大丈夫。とうとうつぼまで来ました。とうとうつぼまで来ました。だからそれもびっくりしましたもん。大阪から京都に来てるって聞いて。うん、どうやねん、そうやねん。突然な、うん、2年前。でももう2年もった。もうそうだよ。僕もまだね、今日ベンチプレスやってきたんですけど。
ね、まだ言うの場所だけでもいいですよ、名前わからへん。あの一線洋食あるでしょ、100の隣にあるんですよ。100行ったらもうなんかやりきったから、ね、それだけで抹茶やから、もう名前わからへん、家なかったやし。一線洋食屋の隣にあるんです、それで。さっきの言ったラーメン屋さん、あ、そう、そう、魚介ラーメン、あのカタカナの名前。オッケーオッケー。ちょっと待って、もうすごい悔しいわ。全然いいですよ、それ場所さえ分かればいいと思う、うん、まあ、だいたい言いた言いたいことは分かった、うん、言いたいことは分かった。もういいよ、そのへんは。姉さん、今のなんすか。だって結構、あ、もうないわ。まあ、年じゃないね、ほんま、年いったらな、ほんま、なんかな。うん、いいのかさ、いいのかさ、いい感じじゃないですか、それぞれ。そうそう、食べるか、ラーメン入れるか。生ですか、生で。生で、はい、はい。かんちゃん、生しか飲まない。少し大事です。あー、ここにラーメン。おいおい、こいつ入れたんや。もう多分食べました。吸いましょうか、次さん。ちょっとだけちょうだい。結構、これ美味しいで。うん、カチちゃん、枝豆2個しか食べてない。いや、そんなことないよ、俺、これ鶏とか。はいはいはい、スーパー取っといて、うん、後々の、うん、いいですか、うん、食べました。カチちゃん、食べてないじゃないですか。あ、大丈夫です、食べた、はい、食べた、うん、うまい、うまい、味噌の、うまい、白味噌みたいな感じ、うん、去年、菅さんにカメラマンでボランティアで来てもらったんですけど、うん、僕フェスやってるんで、うん、実行委員を、その時ちょっと遊びに来てもらったら、うん、地元の、あのお店がいろいろ出店するんですよ。あ、そうなの。で、多分楽しいと思うんで、よかったら。何のフェス？カツラビレッジフェスってやつ。何モネモルが仕切ってんの？僕は仕切ってます、去年から入って。あ、実行委員に入って。カツラでもそういうのあるんですね。いろ、んなとこでもやってるみたいですね。で、まあ、最近もうなんか、音楽のフェス、フェスやってて。あ、音楽フェスやってます、ね。はい、サインでやってるの、うん、音楽フェス。サインフェスでやってますよ。はい、すごいな。8月に。え、サイン？サインフェス。今年は春もや。去年春もやってる。春もなんかやるわ。北の方だと岩倉もやってますよね。岩倉めっちゃ近いやん。岩倉フェスやってますよ。なんかしょぼそう。いやいや、なんか大きいっしょ。僕もあの視察に行ったんですけど。食べ物もいっぱい出てて。交通の便がちょっとあるやん。岩倉、岩倉じゃない、国際会館ですよ。ああ、国際会館の近くの公園の、公園があるんですよ、あそこが、うん、で、僕はその国際会館のちょっとだけ歩いた住宅地にフィンランド人のおばあさんが一人でやってる、うん、壁を、家兼壁、すごいちょっと良かったし、パンケーキ、パンケーキ、いや、あの、なんかさ、ドーナツみたいな丸っぽい名前忘れましたけど、なんかめんどくさい名前ですよ。めんどくさい名前。サーダーアンダーキー。ドーナツ南の方ですよ。それもうもろに九州やん。めっちゃ広ってくれた。めっちゃ広ってくれた。沖縄ですよ。もうだいぶ酔いが全員回ってきた。もう広まんでええわ。どこおばあさんに行ってるか、国際会館を東の方にまだ行ったところなんですか。ガソの近く、国際会館ですか。マクドとか、いや、もうかなり住宅地になんていうの、分かる、なんか、なんかすごいフレガっぽい、フレガなんですけど、それとあのフィンランドも流行ってるんで、若い人、いいなんだよ、検索の鬼、なんかすごい気持ち悪いもういいと思ったけど、自分が気持ち悪いですよ。思い出したね。めっちゃ真面目。性格すごい。これが僕らザ九州じゃん。九州の人、気になって気になっても。人がどこへ気になるんですよね。なんとかな。どこ？何？すげえな。氷としてはどこで？全くない。洋食の北側にあるね。隣やった、真隣って。真隣ぐらい。市場昔のうどん博物館やったやん。その建物ぐらい、居抜きぐらいの勢いの場所にある。 あんま大きくないところですか。あんまり大きくない。何なの、怖いじゃん。今日僕最近祇園でお仕事させてもらって、すごい気になるな、ね、サイトの感じ。それを祇園でやったの。超面倒くさい。ワールドウェブサイト。
これ大丈夫です。だって名前出てないもん。森森しか出てないの。本名出てないから大丈夫。だいぶ本名近いです。本名の3分の2、用途の3分の2出てるっていう全体で言うと多分あのね、4割ぐらいバレつつあるみたいな。いやじゃあ餃子あるよ餃子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 あったかいうちにあったかいうちにもう美容の子にとってもう2、3個バババッと思ってラーメン食べるラーメン入れていいのラーメン入れましょうか入れていいもんあったら食べましょうよこれあ、いいよ俺大丈夫そうやね、あんま持ってたんであるしじゃあ入れますよ、うん、大丈夫あもうお腹いっぱいもうお腹いっぱいいや怖 い, いや腹2分目ぐらい全然腹がいやなんかずっと喋ってえそんなこと喋ってる全然自覚ないわかるよう見たある全然自覚ないさっき今喋ってるずっと喋ってるって言ってからずっと喋り倒してるじゃん全然喋ってないなぐらいの気持ちやったけどって言ってゲッキやろゲッキやわカッチャって何歳になったんですかいや今年44なのかなそれそれ上ですねそれで上やと思われてたんでそれだよパッチャの方が年上に見えますが見えますが見えますかだってズルさん若いもんあ、そうな若いや見た目いや爽やかせえねんや爽やかせえねんせえねん嬉しいせえねん嬉しい最近ちょっとあのメガネをかける機会が多くなりましたそうですねそのせいでありましたけどバンドやってる時にあでもモリモリはこっちが上やと思ってたんやでもあのそんな上じゃないです1個上ぐらい僕と病院ぐらいの関係ぐらいかなって思ってたんですけど学年違いぐらい学年違いぐらいかなってでも上やなって思ってました上や貫禄的に上やそうそう貫禄が上やどちらも貫禄ありますよビールないっすよここはリアちゃんがなかった発言でここリアちゃんがいたらそう言うたら次もう病院でもごめん今日なんかやったら初対面じゃないですか、はい、誰が一番悪そうに見えます、はい、悪そうこれ絶対性格悪そうに使わんと言ってちょっとすみませんちょっとトイレ行かせてもらっていいですかでもなそれやと思うわなんか髪下ろしたら俺が一番悪そうだな見た目的な問題が大きいよねいやいやいや美容の子は誰だ僕大丈夫大丈夫ナビ大丈夫いやゆっくりだめゆっくりだめ、はい、ゆっくりだめ大丈夫もう任せたらいいこれね薄いんすよじゃあ水みたいな水あじゃあ出しのもかそれじゃあ宮さんトイレ休憩トイレ休憩マジでちょっと飲んでみてくださいこれ何なのこれマンゴーサワーリアちゃんもうなんか膨れたか食べやはいいやもっとよくいっぱい食べてますよすごい集まりやろねえ、クラブロスとの集まりはこんな感じじゃないの？ちょっと違いますね。なんか、まあ、だいぶ違うでしょ。もっと上品な感じのクラブロスたちは。いやまあでも意外と落ち着いてそうなイメージあります。いやまあでもね飲んべえの人もいますけど、これ全員飲んべえやから。楽しいのが一番、ね、そうそう楽しいのが滑る滑る、あー取れないだいぶお前ちょっとだいぶ寄ってきたこれ結構だって 15% ぐらいあるよあります 15% ですけどまあまあまああります 15% ぐらいトイレとこあ全然何言うかじゃあ女子トークしましょうか。なんで？なんで女子やん。俺女子みたいなもんですよ。僕はあの決まりの前で家事が早かった。ご飯も今もずっと作ってます。でも沖縄乗ったの？
最近忙しいですけど、まあ数年やってたらまあそれはもう覆することは難しい。京子ちゃんまだあれか、お子さん。ああ、やってます。ああ、そうか。しようか、どうしよう。はい、女子トーク終わり。女子トーク終わり。何も話してないよ。全然やってもらったらいいんですけど。女子トークって言ったら男子だら話せないですね。じゃあ、もりもり女子だし。そうか、なんかクラブの人とかの集まりはこんな雰囲気じゃないのって言ったら、うん、はっきりと違いますね。いやいや。そんなリアちゃんが好きやねん。正直が一番ええ。クラブの人との集まりってなんかもっと殺伐としてるよ。あ、そっちの意味なんや。僕ね、クラブって言ったことないですよ。あ、マジで。どうなんだろうな。うん、僕普段あのメタルやってる。メタル。ヘビーメタル。あー、なんかそんな感じが。そんな感じって見た目で言われる。そういうなんか激しいところには行きたがらないタイプなんですよね。ネクラで部屋に閉じこもって。ちょこ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 ギターを弾いてるよ。全然ひざき弾いてないですよね。今俺らはどうすればいいのか。クラブで入れてきた。日本の子は切れ。クラブでじゃあ今度一緒に連れてこうや、こうや。なんか俺連れてたまって。自分をなんかよく見せようとしたよな、今本当に。そうでもないいや、なんかちょっとこういうやつなんですよ。でもそうじゃないですよね。こういうやつなんですよ。でもそうじゃないですよね。どういうやつなんやっていう。いや、それはでも間違いですよ。メタルの人ってみんなおとなしいですから。鶴さんもメタルですから、本当は。あ、そう、鶴さんも。逆になんかこう、メタルの人たちって結構静かなんですよ、本当は。え、でもわかる。え、そうなん。鶴さんってなんか、そうなん。なんかね、普段はそうじゃないもんね。メタルの人はステージに上がったら変わるんですね。かっこいい。本当はね、だからでもステージ上がってもおとなしいですよ。あんなで狂って、こんなんで笑ってくれた。そう、それ今僕が思いました。すごい羨ましい。例えばいっすよ。そら涼子ちゃん大変よ。悲しい気持ちです。ちょ、俺今いらんこと言うたから。だから、いや、実はあの4月の21日に結婚式の二次会をしようと思ってて、クラブでやるんですよ。あ、そうなんですね。まあ、その5時から10時までのデイイベントで、もしよかったら来てほしいなっていうのがあるんですよ。4月の21日。ちなみに、土曜日なんですよ。あ、そうなんですよ。でも、かっちゃん、それはな、行かなあかんね。一生に1回のことや。まあ、できればな。めっちゃ笑ってくれ。僕も行けたら、ぜひ。やっぱ、あの、ヤマトの結婚式、行けなかった。え、マジで？めっちゃ高かった。連絡も返してなかったですね。申し訳ないと思う。すいません、それは。それはでも、ヤマト君の結婚式も行かないと。めっちゃ高かった。あ、ここ2、3課で頼む。マジですか？いいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。どこであんの？あの、あ、また詳細送ります。大阪の心斎橋なんですよ。遠いな。雨村。すいません。ストレートに。いや、行くよ。僕また送っといてください。予定がないから。行くわ。雨村、はい。鶴さんも行くってさ。そうそうそう。 ありがとうございます。フェイスブックでは、あれ、もりもりフェイスブックであれ送ってなかったっけ？これね、フェイスブック最近マジで見てない。いや、これ、この、いや、フェイスブックであのイベントページ作ってるから、ね、待って、それも送っとくので。あ、すいません、すいません、お願いします。いや、これフェイスブックをやってる人たちは。明太子チーズ。まあ、一応それがクラブイベントっぽいよね。そうそうそう、クラブイベント。DJ さんも、友達の DJ さん呼んで。初クラブかもしれない。めっちゃいいやん。普段クラブとしてもやってるお店、あのカフェなんで。そう、カフェでもあって、なんかバンカーとしても使えるし、なんか、多目的な感じの。もちろんなんか、なるんですよね。あの、一応二人で見て。あの、こっちはもういいってな、こっちは用意してるのかも。やりなさい。やらない。さすがやるから、あの、引きますよ。大変だ。いや、でもギターはちょっと無理かあるんですよ。あれで楽器無理って言ってる。どうしてもあの楽器になるとアンプとかなんですかね。いつかでもなんかやりたいです。ああ、そうですね。面白いこと取りいいよね。
やりたいね。ちょっとまあ音的にはちょっとまあ僕はまあ一個分からないですけど、音的にはリンキンパークの音で、そう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 、マイクシロナになれよ、マイクで走るのは。僕もヒップホップ昔聴いてたやんちゃな、へえ、中学校3年とかって、めっちゃいい時期に聴いてる、モロ流行ってる時じゃないですか、キングロギドラやらないやらないやらないいいね、グッダブランドがいた、ハンネがいたやらないやらしてたりとか、いい時代やったな。エミネムがもうバリバリ、そう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 、白人だけどすごいねみたいな。久しぶりにあのドクター・ドレイのアルバム聴いた。ドクター・ドレイの2001のアルバムにはちゃんとスリムシェディが入ってて、久しぶりになんかのすげえの来たなみたいな感じでいきなりすげえやつ現れたみたいな。僕らの時って多分その時代ですよ。多分その時代ヒップホップモロ流行ってた。そうそう、だから2000年モロやんな自分だ。だからそんなに今はまあ、あんまり聞いてないんですけど、当時はやっぱもう流行ってたんで、どうしても通るっていうか、ね、ラジオで流れてる周辺線でもうね、ドラゴンアッシュもあったし、日本ではドラゴンアッシュもあったし、リップスライムもいたし、キックザハンクルーもいたし、ソールドアウトとか聞いてます。あ、ソールドアウトこの前覚えてこいって言われて全く怒られてソールドアウトとか言うてたよ。ソールドアウトなんかね、癖があって好きなんですよ。わかります、なんか癖ないですか、あれ。僕の大学の後輩ですごいあのヒップホップとかちゃんと勉強してる子がいて、ジョーダンとか DJ の子がいて、めちゃくちゃ後輩やねんけど、あのダサいっていうイベントがあって、レトロっていうあのクラブでダサい曲をかけるパーティーで、そこであの1時間30分は30分ずっとソールドアウトかけるっていう、ダサいっすね。ダサッと思ってなんでなんて聞いたら、あの僕本当に大好きなんですよ。分かるし、それ分かるし、そう、いや、分かんねえ、なんか、なんやろ、言うたらないけど、メタルってそういうところなの。メタルそうです、メタルそうです。ベタなんかいいとか、ダサいけど言うたり。そう、ベタなんか。だから、なんかね、意外とね、合うんですよ、ジャンルは今違うんですよ。分かる、いや、でも、プロレスのね、世代がな、世代が一緒やから、そうやな。ヒップホップうどんとか行きます？いや、ラーメン頼んだよ、ラーメン。もう、もうちょっとラーメンと野菜頼んだあれっしたね。ごめん、これやってや。ビールもらう。ビールって、ごめん。焼酎。うわ、すごい。すごい勢いやわ、この二人はもう。それ、毎晩飲んではるんですか？毎晩飲む。休みの日、朝から飲むってよ。朝から、すごいわ。じゃあ、させてくださいよ。朝行きますよ。近い。キャリでね。いいっすか、普通にピンポンチ。飲んでます飲んでますって。奥さんが嫌がらはるもんじゃん。いや、奥さん一応、何回か送ってもらってほしい。水割りですか？水割りで。お湯割りっていうのあります、ね、すごいじゃん、水割り。何やってんの、酔ってるな、これでしょ。お茶とか行きますよ。あ、ごめん、じゃあ僕もどうしようか、うん、カクテルとかじゃないですか、うん。結構ビヨンの子も飲める、飲める、飲める。これで弱いとか言うとあかんねん。リアどうする、飲む。リアちゃんはなんかもうジュースとかソフトドリンクもあります。そうですね、ウーロン茶に。あ、そうそう、それがいい、それがいい。いやいや、まあまあなんか省エネというか。ホットとアイスありますけど、ホットとアイスとあります。ああ、ウーロン茶が、ああ、めっちゃ美人の方やな。聞こえてた、アイスだけど。じゃあホットで。ホットで。悩むでしょ。とワインする。かわいい。全然これぐらい、全然待ってるやん。そんな長ないやん。赤ワイン、そんな飲むやったらあれじゃないですか。今、サイゼリアとか熱いんじゃないですか。サイゼリア。ごやすわいな。マグナムのボトルでこう。いや、もう。最後はお茶で割って飲むやん。お茶で、お茶で、お茶が美味しい。そんな、私、もともと酒飲めんのから 12% とか飲まれへんの、ほんま。ね、飲めんのね。徐々にね。徐々に。そうやそうやそうや。だからあかん。しないには死亡になる。いや、でも美味しい、美味しい。ワインはね、うまいんですよ、確かに。美味しい、でも飲みすぎる。なんかジュースみたいな。飲んでまう。だから、その、なんかこうね、アルコールが、やったことになる。この、うまみっていうのはワインが強いんですよ。最近ストロングゼロがすごい騒がれてるやん。ストロングゼロが何か気づいて、まあ、あれもそうやで言ってること、ワインの方がやばい気がする。ワインは熱いですね。ワイン
の方がなんか悪酔いはするっていう。いやでもサワーも結構悪酔いしたことないもんな、ワイン飲み出してからサワーの方がよりジュースっぽくて絶対そうやな、たまたまこれすごいなと思う。なんかちゃんビールなくなったらおとなしくなるんですか。いや、ちゃうね、あの悪酔いは毎晩されてますよ、うん、それをちょっと飲み込んだだけで、知らんのに知らんのに大体言うたすごい顔されてましたね。割れせえへんよな。まあまあまあ、戻したらいいだろ、そんな、まあまあ、そういうのもない、そんなないからな、ちょっと心配はないけど、でも2人もそんな弱いけど全然飲めるよな、こんな感じで。そうやな、うん、お祝いなので、まあまあそうや、ね、お祝いって楽しいっすね。そう、いいな、お祝いって。お祝いを理由に飲める。いや、一番ええわ。誰かを励ますか、まあ、気使わずに。まあ、お祝いやったらこう、なんていうかな、こう、遠慮なく飲めるやん。イエーって言ったらいいっすね。励ますかって、まあ、人数少ないから。励ます会は僕自分でやるとき、励ます会勝手にやろうって思って飲みに誘います。鶴さん、飲みますね。この間の、この間のはそうか。あ、この間飲んだらしいわ。あ、そうなんや。愚痴です。聞いてくださいよ。でも人生間違ってない。鶴さん、私も鶴さんに連絡すると思う。でも私の場合は来てくれへんと。めんどくさそうとか。だからでも鶴さんには走り出しやすいな。わかるわ。こんなけなんも言わへんから。こんな上司欲しいもん。僕はよく鶴さん相談すると、すごくいい言葉をもらうことが多いので、そう、仕事上わかる。ちょっと印刷系なんですけど、まあ、僕も結構印刷とかやるんで、ちょっと、まあ、若干近いところもあるんで、なるほどって思いつつ、なんか思います。なんか聞いてくれありそうやもん。なんかそのなんか説教っぽいことを言わずにずっと聞いてくれそうやんか。僕上司がいないんで。あ、そっか。鶴さん仮想上司みたいな。鶴さんってちょっとわかるわ、それは。でも、そう、聞いてくれる上司欲しいよね、やっぱり。だから叱ってくれる人とか、それはそんなもんやろ、一生の中っていうのはそういうもんだよっていう人もいないんで、何が正しいかがわかんない。そういう上司が欲しかった。俺も欲しかった。だからなってくれはん。鶴さんでも逆にそういう上司になやっぱなられてる男子じゃないですか。もうそうならんとこいつら浮かばれへんなと思ってそうなってる。うわ、切ないわ。そうそう、鶴さんが元で働きたいですね。あ、分かる。私もやる。仕事はできるで。仕事はできます。性格悪ね。すっごい性格悪ね。いやほら、みんな働きたいじゃん。なんかこう経営者っぽい。みんなひっきりき。いや、なんかすごい経営者。全員つるさん欲しい。ご対一。ご対一。俺はこのポジションや。かちゃんね、だって経営者にずっとやってらっしゃる。そうや、サラリーマンじゃないや、今や。あ、そう。中古車販売、中古車販売。で、それ手伝ってねんから、事務的な経理、総務、事務全部やってる。すごい、やりたいね。結構大変。いや、大変ですよ。面白いけどな、でも。面白い。私、もともと事務職やねん。意外に営業絶対自分向いてるって言われへんけど、めっちゃ事務やねん。事務一筋やん、どっちかから。好きで、もう書類作ったり、決算。もう計算数字合わせたり大好きやねん。数字やってるあ、もうかっちゃんは完全にその整備と、お客さんとのやり取りで、それ以外のことはもう全部それが面倒くさいんすよ。いや、そう、楽しいね。ザ・確定申告。確定申告ザ・ザ・そうか、りょうこちゃんも働いてるから頼めへんか。僕まだ楽っすけどね、仕入れがないんで。カシソーラーの人、俺、カチャだかって芋水はね、
あ、水じゃないですか。あ、水、水。あ、じゃあ、こちらもらうとこ。ありがとうございます。ありがとうございます。かっちゃんは長々、長いことやってきて一人で、もうやめてくれって言って、どうするんですか。いい加減にしてくれみたいな。あ、お客さんが何人いる。もういい加減にせえよ、お客さんの時どう流す、どう対処するんやって言って。やっぱ我慢ですか。あ、そんな人いい。俺の中であんまそんなそこまで自分が思わない。最初のあの仕事するときにちゃんと振りをかけてらっしゃるんですね、上手に。いや、いろんなお客さんいるで、でも選べへんしな。もともとまずそういう風になんか思その仕事やのにある程度こう話を聞こうって思っちゃうと、もうそこでもうそれは生まれちゃうやん。もう俺もそれ聞いてないねん。なるほど。向いてんねん。もう、へえ、あ、それ面白いですね。うん、俺はそれはもう元から聞いてない。全員一緒。ああ、うん、なるほど。え、これ俺惹かれてる感じ？いや、感心する。笑いが生まれてる感じ。笑いがちょっと。だいぶだって今日な。いやこれ。でもやでもそうしていく方がいいんじゃないですか、社長。え、だって社長はサラリーマンの神やんか。ああ、そうやな。でもサラリーマンなんか特にそうじゃないですか。あ、そう、客との対処がな。なるべくこのこう摩擦をなくすべくですね。うまいと思うわ。あれなんか結構ムカついたら結構あらやら出る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 顔に出る。はいって言ってるけど出てんもん。ちょ待てよこれ。そうや、出る出る出すやろ、どっちかだから。怒った時ほど笑顔。サイコパス、サイコパス、サイコパス、サイコパス。これこれポイント。怒った時ほど笑顔。そうやね、一番怖いタイプ。いや、怖い人怖い。なんかね、たまに仕事でね、なんかいろいろ言えないんですけどね、人格否定してくる人。ああ、そん時はさすがにもうピキピキもんですよね。でももう金と割り切らなしゃあない時あるよな。そういうこと、うん、人格否定しかされない。しかされない。マジっすか。僕はあの会社員じゃないから個人でやらせてもらってるから、嫌なら俺に言うなよって思っちゃうんですよ。確かに。なんか俺の人格嫌いならなんで俺に頼むんだよみたいな。その先まで行かんと。そうそうそう、だからなんでなんですかねってなるんですよ。そうやん。いや、でもうちの会社なんかはすごい京都人を煮詰めたみたいな感じ。煮詰める。きついなぁ。きついなぁ。きついなぁ言うたら今。煮詰める。京都人も大概ある煮詰めね、ここにみたいな。200%。 200%。 プロマシュ。問題があるのは、その例えば一人に嫌われるじゃない、はい、その人によって周りも僕、その人の周りも僕を嫌うようにして、もちろんその周りの人も僕を嫌うことによってその人と仲良くなるから、嫌うと。そうなっていって結構面倒くさいよ。ある一角とは僕は完全に仲が悪くなると。いじめみたいなのもあったよね。まあまあみたいな感じになって、キリスト教でやったらいいですよ。そうそうそう。で結局その人だとなんか付き合わなくなったら、その人だからも情報がなくて、でそれが僕の仕事のミスにつながる。あ、それきつい。そう、そうなると彼らはやすごい喜ぶ。あいつミスした、やったねみたいな。そうそう、やったらそう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 。でも食らってるとそいつらも食らってるから。僕のミスの余波を俺らも食らう。すげえマゾっぽい人らやなっていう。いや、でもそれそのポジティブな感じ。いや、でもすごいサラリーマンのもう鏡やわ。なんか言うてることよ。なんでやっぱ根性のあれが違いますわ。そう、やっぱ気持ちも揃ってるわ、ね。俺根性ないんで、すぐ切れちゃう、うん。あとなんか仕事ってさ、なんやろ、人と喋る時とかのコストがあるやん、うん、コスト、うん、だからさ、こいつと喋る時はそれなりにコストを払って、うん、精神的なダメージを食らいながら喋らないと相手がいて、それをできるそのコストをゼロに近づければ近づけるほど仕事は絶対しやすくなる。うんうん、
情報が入りやすくなるから、そうしない人たちってやっぱりこう仕事をする上で絶対試験が低いんじゃないかな。生産性の問題。そう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 。っていうのはなんかハテナハテナハテナが見える。だから兄さんの場合、社長じゃないですか。そう社長。社長に話しかけるときにめっちゃ話しかけにくかったら、なんか例えばミスとか起こったときにちょっと出るのが遅くなるじゃないですか。はい、わかります、わかります。例えば、なんかやばい、こうミスしてもうたと、その時にもしも木田さんに話しかけるのが、でもこれ絶対言いたくないってなるのが、もしも普段からちゃんとっていうか、それなりにコミュニケーション取ってるとすぐに、すぐに、いつ起こりましたってなってるじゃないですか。それが遅くなれば遅くなるほど問題っていうのがでかくなるじゃないですか。だから、もうそれをなんかコストっていうか、そのいうふうに。だから普段からなんかそのコストが高い人はそういうの言いにくいじゃないか、完全でなんかミスった時にそう言わなあかんけど言うことがめちゃくちゃ面倒くさくなるじゃないですか。いやでもわもうすごいな、それは細かすぎるな。俺だからもうサラリーマン世界では多分もう無理やわ。男の人やな、そこはもう知らんやん。そう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 したいっすよ。アホか。知らんやん。知らんやん。俺に俺に何にそれしかできないから自営しかできない。そうやね。逆にサラリーマンじゃない。サラリーマンってそういうなんか人間関係だ。わかるわかる。すごいなそれは。そうなんですよ。結構きついじゃん。社会です。そうそうそう。すごいよう分かってる。サラリーマンってそのなんかその成果を上げるとかですよ。人間関係。そうやな。そうなんや。だからなんか体育会系の人強いのそこやね。人間関係がすごいしっかりしてるから体育会系の人分かりやすい。だから会社にしたいとか思いますよ。誰かを雇いたいとかも思わない。ああ雇いたいな早く。そこを。そこで迷っときたいってそこで何かロスしときたいんやったらその人はそこでロスしとけばいいやんってしか感覚がないわ。えちょっと待って、もう一回もらっていいですか。僕は分かります。あれそういうあすいません、これスープで足してもらえるんですか。はい、できますよ。あ、じゃあスープ足してもらっていいですか。はい、差し上げましょうよ。どうでもいい世界よな、弁の中で。さすがの耳に入らなくていいし、それでどう迷惑がこう被ろうが、どう形変わっていこうが、関係性って。あでもサラリーマンってそう言われへんとかあってんの。そうやろうな、絶対それは分かんないけどな。まあ3年ほどの私が言うのもなんか教室で部下は言われるんですよ。いいあ、部下言われへんか。私やかっちゃんの部下。それは部下じゃないです。どっちが部下なの。完全に上司だから。全部俺がそれをあれしてるんですよ。全部受け負ってるんやけど、これまたうまいことなってるのが、そこは全然俺がだからその失敗しても失敗やと思ってないみたいなところがあって、だから全部私がケツ拭いてるから。それですごいそうやねん、うまいことなりだってんねん。あ、そっか。そうやねん、そうやねん、そうやねん。いや、まあいいっていうか、まあまあ、まあ、だからジムのスペシャリストや。いやすごい。でこっち来て名前変えたんですか。栄えを。あ、栄え自販だから。自販で車売ってる。自動車販売。自動車販売の自販な。事務所ってどこなんですか。あ、だからもうこうだから今度住むところがもう事務所兼もう職場みたいな感じで。もう一個いるでしょ、あの整備とか車を置くところとか。あ、それ枚方に借りてる。あ、そうなんですか。あ、車を送る、あの置くとこな。へえ、標高どこですか。めぐりっていう、三人くりって感じ、めぐりって感じ。 あ、ね、知ってる、うん、ネッツの近く、あの丸亀製麺とか。はいはいはい、わかんじゃん。そうそう、そこの近くにもうあるわ。川沿いの一本道やな。分かれた、分かれました。何これ、カツアゲの。いや、じゃあデザートとか食べや。いやいや、もう甘いもんも甘いもんあんま食べへんのか。お腹いっぱいなんですよ。シェアしましょうか。シェアしよう、うん、トイレとか。シェアシェア、うん、お母さんトイレいいか。お母さんよ。僕もね、でもね、なんかそういうなんか結構支
誘われるんですけど、勉強会とか若手起業家とか、何や分からんですよ、何を言うたのよ、この写真で。難しい言葉をいっぱい使いたがるんで、そうそうそう、もうちょっと簡単に喋れるよねって思っちゃうんで、僕分かる。コンセンサスえ、それはもう承諾みたいな、使いたいところに行ってるんやから。だから全く使わないですよ、横文字って。それがなんかやっぱなって、一人ぼっちなんですよ。でも忙しくなって必要があるから、誰か探さなきゃいけないんですけど。でもなんかその音楽でもさ、そのヒップホップでもさ、もう自分が最強に無知やったらさ、最強じゃない。最強っすね。なあ、そこ結局そことよく似てるというかさ、なんかの商売をしててもさ、自分が無知やったらいい、やったらさ、でもそこに持っていくんってすごい難しくて、そのまあ代表者としては、うまいことバカになるっていうスキルが必要ですね。なんかその対外的に、いや自分本当はこれバカな質問かもしれないんですけどってスタンスで聞くと、わりかし向こうはそれ用の説明の仕方をしてくれるんですよ。でそうしたところに、でもこれじゃないですかっていうのをぶち込んでくる、こうちょっと頭いいのぶち込んでいくと、こいつただのバカじゃないなってスタイルになっていくっていう、だからすごい面白いっていう。やっぱその辺タエさんすごいな。ウーロン茶、ウーロン茶。あ、もしくはなんか当たるの？どうぞ。まあウーロン茶。オッケー。ラーメン炊いて。これ多分タエちゃんが水いっぱいゴボって入れたんで、だいぶ薄いと思う。だいぶ。ちょうどね。そうだね。スープ。何もスープって入れてもらったんですか？ちょうどね。スープってもらえますか？だいぶ薄いと思っちゃう。ちょうど言ってたら来たらごめんね。たーちゃんがツミさんが突っ込んでくれはるよなって、嬉しい、すごい嬉しい。ちょっとポジションが修正してちょっと楽になる、ちょっと楽になる会長ぐらいだな。だいぶ上やね。だいぶ上や。やっぱり飲んでたら水とさ濃くなるから、どんどん。そうやね、そしたらいつもそうやもんな。ちょうどいい、ちょうどいい。優しい、優しい。だから鶴さんはモテるんですよ。そう、だからサラリーマンでみんな部下が慕うんや。鶴さんみたいな上司があったって。そう、ほんまそうやわ。こうなんか部下の失敗もフォローしてくれそうやもん。上手に叱ってくれそう。ほんで言いやすいやん、さっきの話。コストゼロやん。どうもコストゼロ。聞いてくださいって言ってやってしまったんですよって言いやすい。なんか見た時に、あーやってもらったら、吸ってすぐに報告すると、その時に、ありがとう、アドレナリン行こうかっていうノリをやっていける。とりあえず今から俺行ってくるから、あ、じゃあ私ちょっと一人足本家で大丈夫ができます。そうやな。じゃあウロンちゃん持ってみます。リアちゃんやば。なんで豚骨でお米なのかなって。お米ありましたよね。お米なんていうの。お米って何。あのラーメン、そうラーメンとうどん。でも飲んでたら米きつない。なんかこう飲みたいやん酒を。その確かに。いや、てか豚骨に雑炊ってあんま聞かんやろ。ないな。あ、そうなの。え、九州は雑炊で締めない。いや、でも豚骨じゃなくないですか。豚骨やったら麺ですね、やっぱラーメン。あ、そうか。なんで水炊きとかやったらな。卵、水炊き、卵ね、卵美味しいやん。まあ、防水やったね、謎の。ずっと気持ち魚旅のあれなんかもしてんだね。え、でも、もつってたら九州じゃないの。基本、そもそもが別にもつではないですよ。ないの。あ、そうなんや。で、鹿児島って言うとやっぱ豚ですよね。フォークが強い。あ、そうなんや。どうすか、武将みたいな感じかな。武将やん、ほんま、ほんま武将やん。武将みたいなさ、もう酔ってるから開けて違う男やったら怖いな。そうやん、確かめや、いつも確かめて。なんか、座るまで顔見れへん。確かめや思ったら、たーちゃんが出し薄めたみたいな声。絶対ごめん次さんごめんって心の中で思いながら確かめんでええし、ええやん。あんまり甘いもん食べへんの。まあ、
好きなんですか。あ、そうだ、まだいいタイミングであれ出たんで、ありがとうございます。なんかな、何が、いい夫婦の方面です。何これ、ブロッパンマイス、なんか心が絡んでるような、嬉しい、嬉しい、なんかフレッシュマンとか、フレッシュマンが、私もぜひライブやりましょう。違う飲んでばっかりで全然動かへん、スタイル。それぐらいじゃいいよ、それぐらいちょうど、もうそんな、つるさん、つるさんライブって言うけど、来年はまあ僕もちょっと、つるさんボリューム2、運営側に、運営側に、マシカイの子返せばマシカイの子、あの子、ええ声ね、メロンパンアイス、メロンパンアイスちょっと怖い、美味しいのがやればよかったんですよ。パフェ、えぇ、パフェ、あーパフェ、そうや、ガリガリやったらいいんですよね。じゃあ、パスタ、これでいい、得意やん、得意やん。だって鶴さん、40分おきに1個出てましたからね。それで全体の管理もやってたんで、そうや、あれでも大好きこのライブやな、あれ。いや、あれが楽やったら、みんなから最初に金がもらえたのが一番楽で、まあ、スタンスがね、うん、あのチケット制とかじゃないので、うん、参加して楽しみましょうっていう会なんでね、それはいいですよね。なんかあまりにも楽しみができそうなやつありますか。まだ行かへん。とりあえず僕2人でこれをシェア。ああ、そうだ、モリモリ邪魔したか。2人のシェアを僕も入れて。じゃあ甘いデザート、リアちゃんがもう飲まへんから、ね、それなれ、そうなれば僕は別に甘いのいらないですけど。ヨコじゃあヨコしかない夜糖質が一番のあの敵なんで、筋肉、筋肉の、そうな、タバコ吸わなくな、甘いもん食べらなくて、うとって酒っていうより、そう、甘いもんが欲しいな、タバコ舐めたら、この人甘いもん食べへん、ほんま、あ、そう食べへん、ね、ごめんなさい、そう、そういうとこ近いですね、僕も全く食べへん、ま、だからチョコレートもあげる買いないね、もう一個も食べへん、たまに食べようかなってなりますね、かちゃん、うまーに、たまーに食べてみようかなって気になるとき、1年1回ぐらいですか。あるよ。ありますよね。たまにありますよ。ビヨンド、お前、笑うとこおかしいよ、お前。飲んでるよ、ビヨンド。俺もちょっと気緩むやん、こ自分がビール頼みたかったからさ。どうやったらいいか全然分からへんねん。ビヨンドにやってもらう。たまにありますよ。あ、ビール、食べてみようかな。ちょっと日本のこれラーメン、ラーメンの麺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 、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 すぐに食うというか、お前さ、気持ちいいっすね。変わらんやろ、この人。回転寿司行って2人で行ったらピースサインで入っていくんだよ。2人で、2人で店員さんにこう、もうこうやったら2名、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 どういう気やねん、その効率重視やねん。確かに確かに、こう、あ、ほら、何名様でお越しですかっていうのが聞かれへん、何名、もうそれだけのことですよ。俺、お皿って取り方知ってるっていう。え、待てるタイムは、いや、最近は僕もそうやったんですよ。僕もなんか相手の話中断してバーって言ったんやけど、省略したいんや、したいけど、なんか最近、あ、それ実は失礼やったんかもしれへんなって思い出して、リアちゃんに変えてもらったんや。一応向こうのマニュアル通りのやつをさしてから答えるようにしたい。絶対無駄だよ。もうあの空いてこう空いてる時にこう右がこう見えるもん。もう想像がつくんで面白いですけどね。ビジョンが見えやすいです。鶴さん待ってるタイムですか。そう、何名様でお越しでございますので、もう明らかに二人やのに、聞かはるのをずっと待ってから、二人ですって。いや、愚問ですよ、そんな。うわ、待ちますよ、それ。すごい、全てお客様
お店に行っても店員はお客様ですよ。これずっとない、これずっとない。僕もでも小さくなったら謝っちゃいますもん、店員さんに。謝るけど、なんか別に謝るの、あ、すみません、手間かけさせてすみませんとかって、サンキューとか言う。僕基本的に何かをやってほしくない人なんですよ。いろいろサービス受けたくない人なんです。自分がしたくないから。あ、また新しい、なんか難しいな。めんどくせえよ。とりあえずもう人とうまくやる三原則はもう謝る、褒める、教えを請う。謝る、褒める、教えを請う、このスタンスですよ。もうどんな人でも 100% もう間違いなくいけます。間違いない。ごめんねとありがとうが言えたら大概の人とうまくやれば。さらに教えを請うというところまで行ったらもう懐に入るんです。間違いないですよ。感じてるわ、ほんまに。つぶさんの下で働きたいわ。いやー、働きたい、ね、ちょっとメモを持ってきました。気持ち悪くない、気持ち悪くない。いやなんか例えばそのちょっと、まあ、付き合いとかでお姉さんのお店とかに行くと、タバコ吸うとつけてくるでしょ、すぐ。で、とかお酒とかめっちゃ好きじゃないですか。やめてくれ。俺のペースがあるし、俺タバコでいいのに自分でつけれるぞ。あかんあかんあかん、もう持ってのほかですわ。マジっすか、持ってのほかです。ダメなんですか。ダメです。これっすよ、このアドバイスがすごく勉強になるんですよ。やっぱりお店の人にお店の人のやりたいようにやらせるっていうのも一種のサービスというか。いうことによってモリモリは期待以上のサービスを受けることができるんですよ。うわ、ないわ。なるほど、面白いな。あ、でも今の話面白い。サービスをしやすくするという。サービスをしやすくすることを自分で作ることによって、自分が想定している以上のサービスを受けることができる。なるほど。なるほど、ね。そういうもんか。じゃあこれはまあまあ。ちゃんと聞かない。笑っとるんですよ。リアちゃんそうかな。ちょっとだるい感じに、だるい感じになってる。いや、ごめんなさい。いや、すいません。お尻を壊ない。今こそリアちゃんのお尻を壊ない。最近うちの会社を辞めて、北海道で漁師になった兄弟出身のやつがいたんですけど、うん、彼がね、なんか上司、例えばなんかドアを開けるじゃないですか。で、まあまあ先輩が「おお入ってや」ってやるときに絶対に「いや」って言って「いや行かないです」って言ってるやつらで、なんかそれに対してなんかどう直させようかなと思ったら、結局どうすればいいか分かんなくて、結局そういった漁師になっちゃったんですけど、今のやつを言えばよかったんやなって。相手のやりたいようにさせるのも接待なんで。そう教師ですとずっとやってる場合じゃあかんない。客の要望に応えてことがプロの接客だから、そうなるとこちらも接客してる体で言うと、お客さんのやりたいようにやらせるのがプロだと。そうやな、じゃあじゃあ面倒くさいですね。意外にちゃんとやらはる。店員さんにもちゃんと気使わはんねん。食べましょう。まあでもそれはターちゃんが横におるからバランスが取れてるっていうところもある。まあいや、なんか姉さんの場合なんかこうやってる時もなんかその尊敬した感じになんない。そうやね、うん、それ分かるわ。それは結構スキルというか、おすげえなって。全部言わねえでっていう気持ちやな。すげえ満面ないみたいな、2人。そうやね、その通りやね。なんか店員さんもちょっと父ちゃんよりやねん。そうそう、なんでやねんお前。俺が調理するべきやろ。わかる、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 さらってね、さらって、ちょっとそれ高いですか。そうっすよね、なんか、姉さんの場合、なんか、微笑ましい空気が、そうやね、なんか全然敵が、もう、モーリーを食べて、敵がいいね、ガバッといっちゃって、ガバッといっちゃって、こんなもんでいいっすね、とりあえず、残ってへん、ビヨンの子、まだ出してあるからたっぷり。水入れたらつるさん怒られる。ちょうどようなちょっとフォローいただけたじゃないですか。
怒られそう。だしのマッチ似合うな。もうちょっと炊けてから鶴さん、炊けてから。そうしよう、鶴さんだいぶ分かってもらってもだいぶ楽やな。スタイルもあんたんな感じ。俺に反対はないけどやな。俺に反対はない。攻める音がちゃいますね。社長は社長は社長は俺に反対しない。そんなもう守るしかないです。経営拡大。そうそう、俺の経営者の信念みたいな。すごいっすね。次はどこの会社買うんすか。クリアちゃんのみんな見つめる。ほんまやな、ほんま。本当にありがとうございます。いやまあいいやん。もう整った。そう。結構鍋なんやかんで売れる。これ麺、ね、189円。そうなんめっちゃ安い。そうって言ったらなんかあったよね。ああ、ね、ここはあったけどね。そうそう、なんかいやなんかそのカップでね、そのお塩こう必要ないぜって言ってた。言いづらいラップでお塩こう必要ないぜっていうラップ。全員でする。全員でする。いや、ちゃいますよ。あれは僕の、いや、鶴さん、違うんですよ。本当によろってこと。個性はないです。いや、もうあれはもう若かったけど。あれはまあ、ちょっと真面目な話あるんですけど、僕の先輩の大阪にいるゲボさんっていうラッパーがいはるんですよ。ゲボさんっていうラッパーのアルバム曲の中に僕とか他の数人のラッパーを含めて一緒に曲を作ったのがあって、それのタイトルが教えをこう必要はないっていうタイトルなんですけど、それがそもそもその曲を作った理由っていうのが、まあ、これもまたちょっと別の登場人物があるんですけど、頑張って聞いてタキラッチさんっていう人がやるタキラッチさん。俺なリアちゃんと同じぐらいこのビヨンド君のこと好きやねん。ありがとう。こんなビヨンド君がほんま好きやわ。全員好きやねタケラッチの話だ。タケラッチさん、ちょっとそう、もう真面目に聞いて。こんなこと言うことにタケラッチさんがね、その長い。3年前に自殺されたんですよ。自殺されてなんか、言うたらその人に対して教えを請う必要がないというか、その人のスタンスやったんですよ。その人がそのオリジナリティを持とうぜと。っていうのがあって、じゃあタキラッチに対してのこう歌としてこう作ろうぜっていうことになって、そういうことになったそうだね。そうだね。今のとはちょっと違うんですよ。リアさん、皆さん違うんですよ。かっこいい。違う、リアちゃんが可愛い。分かってないわ。これ男と女の違いね。旦那プロデュースしたリアちゃん。いやいや、何そうや。俺もなんか。いやいや、プロデュースできてる。ノクタオプロデュース的な。ビール飲みます？あ、ちょっとビヨンド君モツと野菜の盛り合わせ。ビヨンド君。だいぶ来てんの私は。来てますね。来てるよね。ビール飲みます？ビールは買っちゃいくで。なあ、まだまだ行くよね。はい。結構よ。結構回ってるけど。スネア忘れはるからな。ボスじゃないですか。野菜とモツのなんか盛り合わせみたいな。あ、モツも。モツとか。モツと。もう大概私もそれ食べたら満足できるから。野菜ですね。野菜食べよみんな。ニラもあります。ニラはいいわ。野菜盛り合わせ。野菜盛り合わせ。早い。否定が早い。でこんなイラチなのな。あ
のちゃっちゃやりたいこなしたいねそのだ二度手間とか大嫌いねだよ忘れ財布忘れるとかなインターンにトイレに忘れたとかなってもう取り控えなもうなんでなんだろうねほんまに二度手間とかみんなどう思うのどう思うのあのね僕はやりがちなんでねえそうそうやっとったもんねもうより効率がいいことが好きで、あでもそれ確かに自分向けあそうやね、A やってる間に B やって B やってる間に C やれるなみたいなだから料理とかもこれ煮込んでる間にも洗えるなみたいなもう料理が出来上がった時は完璧にキッチンもキレッキレになってるもん、ね、あー素晴らしい好きやね自動では開いた瞬間にこううわちょっとそれがちょっと異常レベルなぐらいかもしれない営業でそれできないですもん逆にだって向こうに合わせなあかんああそうか私だから営業無理やわだからなんか自分やっとこう自分のあれでいけるじゃん基本的にいけるじゃんもちろんそうじゃないのもあるけど、基本的にはかっこいい営業な僕は営業です僕営業向いてそうやな本当にあの口だけで生きてきたでも口がだけで生きれんやからええよな、はいま、口とこのキャラ口とキャラだけでいやでも口だけで生きてきたっていう人の腹はすごく黒いやな黒いというか黒い大変やでそうやな、ね、それじゃないですか営業課長とかなってくるさすがにそんなん無理マジだってやっと一人後輩入ってるだけあ、そうなんですか。なかなかの。なんか言えない。いつになって初めて27の後輩が入ってきた。可愛い。面白い50人をまとめてるから50人なんか後輩が逆になんか自分を大きくしてくれるってことあるあるあるそれはあるだから僕やっぱ全然足りなかったやなと思ってでだいぶ休憩感を覚えててなんかちゃんと成長せなあかんかってんなと思ってだから欲しいんですよそうそうそうだからな私も十分欲しいいらどう扱っていいか分からへんわはないけど私は多分欲しい面接も私がやるみたいなああうん、そうだね、だいぶ分かってる完全にもう、完全にもう分かってる人だよこれで OK ですねこれでいやすごいなんか厳しそうですいや、そんなことないで優しいね早さは厳しいとこは厳しいし優しいとこは優しいんで逆にいい、あの付き合いやすい上司というかあ、そう